おはようございます。うわっ、おい、おはようございます。うわっ、はじめまして、ゲンズキです。はじめまして、クズズキです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめましてなんだ。はじめまして。はじめまして。はじめまして。せーい、おい、え、ですね、え、ちょっと待って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 、私は倒れたもの、ダイヤで終わったってことですか。あー、一戦目バグか。なるほどなるほど。気づいてなかった、本当に。本当にダイヤだと思ってました今。いや、笑い方やば、笑い方やばすぎ。その感じで、その笑い方はミスですね、それ。ミス、何のミス。それミスですね。ミスですか。笑い方やばい。おい、ナイスファイト。しゃーないっす。今のはちょっと近すぎて逆に懐に入られたまである。免疫 18? 免疫ダメージ出してもらわないと困りますよ。いやいやいや、ちょっとまだまだこのおじさんとの距離が測れてない。そうですよね。心の距離広がってると。なるほど、キャラとまだリンクしきってないですね。まだね、シンクロ率上げていかないと。そう、さすがにちょっとまだあんま手足うまく動かせないですよね。シンクロ、一緒に動いてますね、今まだ。今何パーですか。今ね、3パーぐらいだ。別人じゃん。もう4人。4人パーティーじゃないですか、それ。初めて喋ったら3パーぐらいいきそうな気がする。3パー。シンクロする気あるんすか、それ。ありますよ、1試合3パーじゃちょっと。まあ、じゃあ次6パーで。ここで一気に。ここで一気に親密度を。60パーぐらいまで上げるから。おお、俺は期待できる。いきましょう。頑張ってよ。頑張りましょうよ。やばすぎて見過ごせないんですけど、その笑い方ちょっとやば。最近よく言われますね、本当に。笑い方に特徴がある。なんかゲラになっちゃって最近。最近とかの笑いが外れてしまったから。タカが外れた。もう戻れない。もう戻れない。もう戻れなくなっちゃった。ワンピース笑いって言われてんのウケんな。ガッ、確かに。ゼハーゼハーに並ぶ。いや、どこ降りたらいいんだこれ。いや、俺はもうフィーリングで行きましょう。フィーリング。なんかみんな、みんななんかこの辺とかに。ここに着地しよう。もう。戦闘準備を。よし。いや、どうしよう、これ。めちゃめちゃ弱いところだったらどうしよう。ここは渋いです。渋い。渋かった。渋いです。ここは弱者が行く場所です。あ、弱者です、どうも。あ、うまい。いや、すいません、遅れました。これね、あ、やちゃちゃ、いや、バレてるな、この音。あー、すんまそーん。キーキッ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 キー。あとでかい出身に行くからね。ありがとう、待っててね。待ってる。ソリソリのみの全身ソリ人間ということで、ちょっとどう回収しようかな。誰だよ。知らない人来た。まだかな。いつか回収を待ってる魂が。回収来ない。お部屋に置いてきたんじゃないですか。じゃあ最近ハマってるアニメある。最近ハマってるアニメ、最近ハマってるアニメ、最近ハマってるアニメ、あ、でも最近ドラえもんの映画めっちゃ見ますね。ドラえもん、逆に映画面白いですよね、ああいうの。映画ドラえもんが好きすぎて、昨日ブリキのラビリンスを見てました。あ、そんな作品やつ。古いやつですね。あ、古いやつね。はい、信代さんの方ね。そうですね。ああ、そっちか。静香ちゃんがだいぶのび太くんをかばってた頃。ああ、いい。かばってないんすか今。わかんないけど。やめなさいよって普段来るんで、古い方だと。
今の静香ちゃん結構辛辣だよね。目にけ冷たい目にけ、うん、あはいはいはい静香ちゃんがはいそうなんですね。静香ちゃんはいはいはい、もう全然続かない話なんで質問したいの。いやいやいや、ちょっと今すいません、ちょっとこっちの諸事情で今ちょっと一瞬、なるほど、驚くことがあって、くずはさんのなんかもうスペースキャットになってますけど、膝すり向いて泣きました。うん、何なんだよお前、なんか食べてる。うん、あもう何食べてんの。チョココ買いすぎたこれ買いすぎたチョココはめっちゃ美味しいのよ。いや美味しいんですけど買いすぎたわ毎日毎日食ってるけど減らねえんだよな。毎日チョココ、クズハさんの口からチョココって出てくると思う。なんで何がチョココでめっちゃそんなウケる。おいバカにしてんのかお前お前そんなウケる。やばい、ほっぺが死ぬお前ボコるぞ、カイダが本人じゃなかった。カイダに金払って代理ボコリ、代理ボコリ、代理ボコリ、ボコリ屋怖っ、カイダハル、カイダハル怖いな。そんなことしないですよ。だいぶやばいな、カイダハル。牛丼食いてえな。あ、いいなあ。あ、牛丼食いたい。これ歌詞があるんですよ。ロゴですか。牛丼食いたいっていうのがあるんですよ。へえー。いやー。ポケセンターの音みたいな。ポケセンのどれ。なんか。てん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 。牛丼食いた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 いってこと。そうそうそう、牛丼食いた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 い。もうそれにしか聞こえねえんだろうな、これ聞いたやつ。ポケモンセンターの音って言われたら、てんてんてん。いや俺もそっち、牛丼食いたいだったのよ。牛牛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 ギュー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 、ビブラート効いてるね。ギュー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 ギュ一人になった僕は。いやそれはまあ回収よ俺の。あなたと過ごす。すげえ。何？いやめっちゃ当ててきたな。あーそっち。わあ。おお。待って死にたくない。やめてください。なんか。分かった。本当に。ちょっと飲み物みたいなものを取ってきます。はい。なんだろう。飲み物じゃない。いちご俺かな。飲み物じゃないのかもしれない、もしかしたら飲み物みたいなって。いちごオレはワンチャン飲み物じゃないかもしれない。あ、そうかもしれないな。いちごオレに、いちごオレに2 3ペソぐらい。結構安い。俺の月収だけど。ええ、あ、たけー高えなぁ、すげえ。いやちょっと高えなぁ。いやマジで俺の月収だから。いや月収すごいすごいっすね、やっぱ先輩は。ちょっと違うな。え、安い。一号例持ってこないかなこれ、ちょっとやばい。ちゃんはもしかしてあの20ペソぐらいもらってる感じ。いやもう全然もう3円ですね。神頼みで亡くなったんじゃない。ん、え、マジ不合じゃん。ただいまー、おかえりなさい。いちごオレですよね。いや、浅摘みオレンジ。浅摘みオレンジ
何が何が終わった終わった。なんか予想してた。ペソ持ってかれたわ。あ、俺の月収持ってかれた。今なんか月収をはじめさんがかけてて、1号令にかけるわって言ってて、め僕がそれを安って言っちゃって、月収だけどって言われて、月収分かけたのに先輩のお前、先輩の月収安はお前やりすぎだぞ。だってね、思ってても言っちゃダメよ。3ペソは安いでしょ。なんでペソ、ペソでもらってんすか。そうだよ、一からから。しかもどんぐらい安いかわからんけど、おそらくすごく安いのでは。何後輩にだるがらみしてるんですか。月収、月収持って帰かれば始めた。2時3時の実態が分かれた今。あー、やばいやばいぞ。俺も習ってかねえとな。なんか左側めっちゃ降りてる、もしかして。あ、びっくりした。あ、自分だ、開けたの。左側めっちゃ降りてるかもしれない。やばい。